福島第一原子力発電所の事故によって住民の姿が消えた町。ここで今異常なことが起きている。家の中に入っていくね。炭火になってんのかな。イノシシが無人の町の主になろうとしているのだ。警戒心が強く夜に行動するはずのイノシシが真っ昼間から町をのし歩く。気をつけた方がいいな。これイノシシに囲まれちゃったね。完全に囲まれてしまいました。無人の町は多様な野生動物が繁栄する場と化しているのだ。動物乗っ取られたですよね。世の中とか環境が。さらに大量の放射性物質を受け止めた森は今なお手つかずのまま。汚染された森では毎時100マイクロシーベルト以上というホットスポットが見つかった。森で暮らす生き物たちに放射線の影響は出ているのか。世界中の科学者たちが研究を続けている。放射線に反応する特殊なフィルムで生き物を撮影すると汚染を示す黒い影が浮かび上がった。We realize that this is the same what we saw in Chernobyl and here in Fukushima. We are just at the beginning stage. 原発事故によって生まれた東京23区の 1.5 倍に及ぶ広大な無人地帯。住民7万人が今も避難を強いられている。あの日以来突然人がいなくなった町。そして放射性物質で汚染された森で今何が起きているのか。原発事故から5年目の記録だ。5年前の東京電力福島第一原子力発電所。3つの原子炉がメルトダウンを起こし大量の放射性物質を放出した。これは原発事故が起きた3ヶ月後に航空機などで測定した放射線量を示す地図。赤で示したのは年間の被曝量が100ミリシーベルトに相当する場所。極めて高いエリアが広がっていた。その後線量は徐々に低下。ほとんどは放射性物質が自然に崩壊し減っていく現象によるものだ。去年8月時点では5年前に比べ平均して 65% 下がっている。それでも線量はまだ高い。線で囲った広大なエリアで7万人が避難を余儀なくされている。最も多くの住民が避難を強いられた浪江町。
オレンジで示された線量の高いエリアが残る山間部は今どうなっているのか。眼下に広がる被爆の森、放射線量は毎時10マイクロシーベルト前後、東京などで観測される自然放射線の250倍だ。この森で5年前から調査を続ける研究者がいる。 8.8、 非常に高いね。東京大学名誉教授の森聡さん。放射線量を可視化することができる特殊なカメラで森の中を撮影してみる。線量の最も高いところが赤く映し出される。地面の線量が特に高いことがわかる。周りに比べひときわ線量が高いホットスポットが森に点在していた。森の中を通る道、その脇の小さな窪地がホットスポットになっていた。雨で流された放射性物質がたまったと考えられる。40 50、線量計で詳しく数値を調べると毎時110マイクロシーベルト。航空機などによる測定では捉えることのできないスーパーホットスポットの存在が今回明らかになった。森さんは被爆の森で生き物たちの放射能汚染の実態を調査している。動植物を放射線に反応する特殊なフィルムで撮影すると生物に潜む汚染が浮かび上がってきた。去年の秋、浪江町で採集した杉の樹皮を九州福岡のものと比較。浪江町のものにだけ黒い点や影が映し出された。降り注いだ放射性物質の粒子がいまだに樹皮に付着しているのだ。これは杉の葉、葉の形に沿って影が出た。植物が放射性物質を栄養分として取り込んだことを示している。放射性物質のセシウムは栄養となるカリウムと性質が似ているため何の抵抗もなく生物に吸収されてしまう。虫や動物も調べた。体の中に放射性物質が取り込まれていた。これはイノシシの糞。放射性物質を大量に含んでいる。森の中にあったあのスーパーホットスポット、
そこに監視カメラを仕掛けるとイノシシが映っていた。草の根などを食べている。こうして生き物たちは汚染され続けている。これほど多くの生き物たちの汚染状況を原発事故の直後から追跡調査するのは世界でも初めてのことだ。植物、動物、微生物全部含めてね、残していくってことは非常に重要だと思うんですね。それでそういうものが集積した段階でいろんな解析すれば分かってくる。こういう言い方で言うと悪いけども、放射能汚染の壮大な実験ほどになってるんですね。放射能汚染は森に住む生き物たちの体にどんな影響を及ぼしているのか。弘前大学の研究チームは原発事故の半年後から被爆の森で調査を続けている。リーダーは細胞遺伝学が専門の三浦富里さん。森に分け入り、ある動物を捕獲する。これ入ってますね。アカネズミだ。アカネズミが暮らす森の地面。今なお高い放射線量が測定される。また食べ物となる木の実なども汚染されている。体の中からも外からも被爆するアカネズミは影響を受けやすいのではないかと三浦さんは考えた。これまでの調査では気形や個体数の減少など目に見える異変は見つかっていない。この線量が本当に体に悪いのか、実際にはやっぱりそこら辺はかなりわからない部分が多いというのが現状なんですよね。生き物を通してですね、細胞レベルで見ることによってその影響が出ているかどうかというのをもう少し掘り下げて見ることができるんじゃないかなと思ってやってますね。三浦さんが注目するのは生物の遺伝情報を伝える染色体。放射線によって切断され異常な形になることがある。こうした染色体が増えていないか見極めようというのだ。ネズミの染色体は細胞1個につき48本。異常を見つけるのは根気のいる作業だ。48本あるかどうかっていうふうなことをまずは 1,2,3,4,5,6,7,8 ってこういうふうにして数えていきます。その上で異常が起こってないかっていうふうなことを判定していきます。この細胞からは2本の染色体で異常が見つかった。どちらも切断されている。三浦さんはこれまで採取された浪江町のネズミからおよそ3400個の細胞を取り出し染色体を観察。汚染されていない青森県弘前市のネズミと比較した。異常の発生率は
浪江町のネズミで 0.1%、 弘前市は 0.2% で統計上差がない。つまりネズミは被曝量が多いにもかかわらず、現在のところ染色体への影響は見られない。しかし、影響がないと言い切るには、さらに数万個の細胞の分析が必要だと三浦さんは考えている。数多くの細胞を見てしっかり評価していくっていうふうなことが絶対的に必要になってくるということですね。きちっとした根拠のある調査をですね、皆さんにお示しして、影響があったのかなかったのか、それも含めて理解してもらうということが大切なんじゃないかなと思っています。一方、森に接する里山、田畑は草木に覆われ、森に飲み込まれようとしています。原発事故によって一切の人の営みが中断されたことで、これまでにない生態系の変化が起きています。草原を好む生き物たちが次々に姿を現し始めました。町の中心部、突如人が消え、これほど長期間にわたって放置せざるを得なくなったケースはほとんどありません。浪江町の駅前、この辺りは除染が行われ、放射線量が毎時 0.4 マイクロシーベルトにまで下がりました。無人となった町では一体何が起きているのでしょうか。多くの家屋がこの5年間で荒れ果ててしまいました。伸び続けた草木に覆い尽くされた家もあります。人が去った建物は避難区域全体でおよそ4万2000棟。野生動物の住処に変わろうとしています。福島大学の奥田圭さん。無人になった住宅街で2年前から野生動物の調査を続けています。住民の許可を得て、空き家となった家屋に監視カメラを仕掛けました。床下から顔を出したのはアライグマです。かつてこの地域で生息が確認されていなかった動物です。幅10センチしかない隙間でも巧みに入り込みます。しかも何匹も出入りしていました。アライグマがねぐらにしていたのは天井裏。ハクビシンも住み着いていました。本来こうした動物は木の幹にできる空洞や岩穴など暗い場所にねぐらを作ります。人が去った住宅がその代わりになっていました。監視カメラを設置して映像を解析した結果、5ヶ月で700回アライグマが撮影された場所もありました。
避難区域一帯で劇的に増えていると見られています。無人となった町に新たな動物が侵入し続けているのです。全く今空き家っていうものが手つかずの状況で残っているような形になっていますけれども、それが野生動物の住処に今変わってきてしまっている。人がいなくなったことによってやはり野生動物の密度っていうものが非常に高まってきています。原発事故の影響で人の姿が消えた町、ここで今激増している大型動物がいる。あ、いた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 。どこ？あ、違う違う違う。あれ、あれじゃないですか、イノシシだ。もともと山を住処にしているイノシシ、警戒心が極めて強く、通常人前には姿を現さない。来るかもね、これ。だがここでは真っ昼間から街中に姿を現すようになった。街中で子育てするイノシシもいた。爆発的に繁殖し、無人の町を我が物顔で歩いている。本来山にいるはずのイノシシ、町中でどのように暮らしているのか、2年前から実態調査が続いている。調査を指揮するのは獣医師の溝口俊夫さん。30年以上野生動物の対策を手掛けてきた。いいとこ立ちついた。街中で捕獲されたイノシシ、溝口さんは今回 NHK が開発した超小型カメラを使って調査を行うことにした。地元の漁師たちの協力を得て捕獲したイノシシに取り付ける。首輪には位置を記録する GPS もついている。イノシシに栄養剤を点滴し再び野に放つ。その行動を詳細に分析し、生態がどのように変わっているのか確認する初めての試みだ。これがイノシシに装着したカメラの映像だ。仲間と合流したようだ。イノシシは6頭の群れの一員だった。道路沿いの川を渡っている。坂を登ると開けた場所に出た。元は田んぼだった場所だ。お目当ては人が収穫することがなくなった柿の実だ。イノシシカメラの映像から毎日通っていることが分かった。これは GPS のデータをもとに分析したイノシシの10日間の動き。
山には行かず人里ばかりで行動していた。一方、これは人が住む地域で調べられたイノシシの行動記録。一日の大半を山で過ごし、人里に降りることはめったにない。人とイノシシの行動範囲には目に見えない境界線がある。無人となった町はイノシシのテリトリーになっていた。それでここが昼寝場所ですね。でここにいるんですよね、ここにね、うん、さらに溝口さんはこのイノシシが長時間動きを止めている場所があることに注目した。赤い枠で囲ったエリア、ここに一日のうち実に7割もの時間とどまっていることが分かった。溝口さんはこのエリアを行動範囲の核、イノシシコアと呼ぶ。イノシシにとって最も大切な生活圏だという。イノシシコアとはどんな場所なのか、位置情報を手がかりに現場に向かった。イノシシの群れを見つけた。ここでは住宅街の真ん中がイノシシコアになっていた。これ家の中に入っていくね。あ、小屋、家の中に入っていきましたね、全部。家の中を住処にしている。雨風をしのげる家の中はイノシシの絶好の隠れ家に変わっていた。気をつけた方がいいな、これ。イノシシに囲まれちゃったね。完全に囲まれてしまいました。住宅街にコアを持つイノシシの家族、侵入した我々を警戒している。家族は合わせて11頭いた。通常山では見られない大家族だという。原発事故によって人という最大の天敵がいなくなった町。餌場も隠れ家も豊富にあるため、その広大な無人地帯がイノシシの繁殖を助ける温床となっていたのだ。さらに小型カメラには警戒心の強い野生のイノシシでは決して見られない行動も記録されていた。イノシシが向かった先に除染作業員がいる。イノシシに逃げる気配はない。むしろ威嚇するかのように近づいていく。道を譲るのは人。動物との関係は逆転していた。
1歳ほどのイノシシ。街中で生まれ育ったイノシシはもはや人を全く恐れなくなっていた。避難区域では地元の漁師が定期的に通い、これまでにおよそ8900頭を駆除した。しかしイノシシは一向に減る気配がない。今は自分たちの生活圏という認識だから、その認識がよほどのその圧力で変わっていかない限りはやっぱり状況は変わらない。だから人がなんていうの、帰ってきたからイノシシ山に帰るってことは絶対あるよね。人がいなくなった町で増え続ける野生動物。5年間の空白が生き物たちの生態を大きく変えていた。閉じたなら夢で見るようなふるさとは、夢で見るようなふるさとは、夢で見るよりまだ遠い、夢で見るよりまだ遠い。放射能汚染の影響を知る上で手がかりになる場所があります。30年前、史上最悪の原発事故が起きたチェルノブイリです。原発から3キロほど、地球上で最も放射線量が高い森、赤い森です。事故直後は極めて強い放射線によって植物が枯れ、多くの動物が姿を消しました。
今も毎時200マイクロシーベルト近い放射線量が計測されます。ここでは長年にわたってさまざまな生物で放射線の影響が研究されてきました。その中で影響がはっきり分かっている植物があります。ヨーロッパ赤松です。まっすぐ伸びず横に横に伸びています。大きくねじ曲がったものもあります。これらは放射線の影響による異常だと考えられています。調査の結果、汚染されていない場所の異常発生率は 6%。 放射線量が高くなればなるほど異常発生率も高くなる傾向がありました。動物でも放射線の影響とみられる異常が報告されています。ツバメです。チェルノブイリの生物研究の第一人者、ティモシー・ムソーさん。繁殖に来たツバメを捕獲して1羽ずつ検査してきました。この日もチェルノブイリ原発から30キロ離れた放射線量がおよそ1マイクロシーベルトの場所で調査を行っていました。ツバメの異常は尾羽に見られます。両端の長さが異なりバランスが崩れています。安定した飛行がしにくいため生存上不利になると考えられています。3000羽のツバメを調べた結果、汚染がない場所では左右の差は平均 1.9 ミリ、これに対しチェルノブイリ周辺では 4.9 ミリの違いがありました。さらに繁殖能力を確かめるため精子の分析もしています。チェルノブイリ周辺のツバメの精子、赤い丸で囲んだものはほとんど動いていません。こうした異常な精子の割合は平均で 21.7%、 汚染されていない地域の8倍に上りました。私たちはオスの繁殖能力が低下していることに気づきました。チェルノブイリのツバメでは変形したり壊れたりした精子の割合が多くなっていました。ツバメはまるで炭鉱のカナリアのように放射線の影響を私たちに示してくれるのです。福島県浪江町、武蔵さんは原発事故のあと毎年避難区域を訪れ、日本野鳥の会とともにツバメの調査を行っています。チェルノブイリで見られた異常と比較しようというのです。尾羽の長さが左右で違うものがすでに見つかっています。このツバメも左右で長さが違います。しかし日本では研究者が少なく、ツバメを捕獲して行う調査が進んでいません。そのため異常の有無を判断するほどのデータが集められていないのが現状です。
一方でツバメが放射性物質で汚染されている証拠が見つかっています。これは避難区域で見つかったツバメの死骸です。放射線に反応するフィルムで撮影すると内臓に濃い反応が浮かび上がりました。虫などの食べ物を通じて汚染されたと考えられています。まだ福島では十分な調査がされていません。チェルノブイリと同じような結果になるのかどうか分かりません。それを見極めるにはもっと長期的な調査が必要です。チェルノブイリで異常が報告されたアカマツについても比較する調査が始まっています。チェルノブイリで植物の研究をしてきたヴァシル・ヨシェンコさん。かつては牧場だったところで調査しています。5年の間に荒れ地になり、たくさんの松の木が生えています。これは枝ばかり伸びて中心となる幹がなくなっています。私はチェルノブイリで1000本以上の松を調べてきました。福島ではチェルノブイリと同じ現象が見られます。真ん中に幹がまっすぐ伸びている正常な赤松。こちらは幹がなく枝ばかりが放射状に伸びています。チェルノブイリでも見られた異常です。毎時7マイクロシーベルト前後のこの場所ではおよそ 40% の松に異常が見つかりました。チェルノブイリで明らかになった異常発生率を示すグラフに福島県の7カ所で調査した結果を載せます。チェルノブイリと同様に放射線量が高い地域で異常発生率が高くなっていました。日本のアカマツも放射線に対して感受性が高く何らかの影響を受けていると考えられます。福島での調査はまだ始まったばかりです。どんな変化をしていくかつぶさに観察していくつもりです。福島第一原発の事故による住民への影響については、これまでの被爆線量では明らかな健康影響が出るとは考えにくいと国連の科学委員会はしています。一方、被爆の森で生き続ける動植物、20を超える研究チームが調査を行っており、異常が報告されたケースもあります。ただし今のところ、放射線の影響かどうかは分かっていません。チェルノブイリとの比較の中で、生き物たちを分析する研究が続いています。福島で研究されている生き物の中でチェルノブイリと比較できないものがいる。人間と同じ霊長類のニホンザルだ。チェルノブイリにはもともと猿の仲間は生息していない。原発事故によって野生の霊長類が被爆したのは世界でも初めてのことだ。
無人となった里山で暮らすニホンザル。汚染された食べ物を通じて内部被曝している。日本放射線影響学会の理事長を務める福本学さん。被曝の影響を調べるため、有害駆除された猿の太ももの筋肉を測定している。筋肉には放射性物質のセシウムが蓄積されやすいからだ。いやでもこれすごいですよ。1キログラムあたり1万3000ベクレル、基準値の130倍だ。もちろん人ではもうこんだけの被曝量はありえませんけども、霊長類の猿でこんだけの被曝をしたときに何か変化があるかっていうのは一番我々知りたいところですよね。福本さんが調査しているのは避難区域とその周辺に暮らす猿。人里に現れ駆除されたものだ。2年前から続けられている猿の調査。この日で229匹目となった。甲状腺など20以上の臓器や組織について詳しく分析していく。その中で今福本さんが特に注目している組織がある。赤血球や白血球などを作り出す骨髄だ。2014年1月に捕獲された猿の骨髄。これはちょっと少なすぎるわ、細胞が。血球を作る細胞がほとんどなく、白く見える脂肪ばかり。正常な骨髄と比べるとその違いは明らかだ。これあまりにも脂肪ばかりで、血球細胞が少ないんですよ。で、こんなことって普通はないんですよ。9匹の骨髄を精密に解析した結果だ。横軸は筋肉中のセシウム濃度、縦軸は白血球を作る細胞の数を示している。セシウム濃度が高いほど白血球を作る細胞の数が少ない傾向が見られた。まだサンプル数が少なく、被曝の影響かどうかは分かっていない。再生不良性貧血ってなんですけどね、もしもそうであれば全がん状態ってことになるんですよ。今度これを通って今度白血病になるっていうことですね。今のところ白血病など血液自体の異常は見つかっていないという。福本さんは今後数十年にわたって分析を続ける必要があると考えている。放射性物質による影響が出るまでに長い時間がかかるケースを自ら実証してきたからだ。レントゲン撮影の際、血管造影剤として60年前まで使われたトロトラスト。中に含まれている放射性物質の影響で多くの人が癌を発症した。
がんの発症は薬剤が投与されてから20年以上経ってからのことだった。猿の場合も被曝の影響が出るまでには長い時間がかかる可能性がある。今後じゃあ20年後30年後に出ないですかって言ったら、その保証はないってことなんですよ。そういうその長い視野、こう大きなあの見地からってのは大事だと思うんですよ。で我々はやっぱりもっともっと丹念に見てね、ちょっとした変化も見落とさないようにっていう、そういう気持ちはもう持ちながらやってます。原発事故によって生まれた広大な無人地帯、国は来年春までに年間の被曝量が20ミリシーベルトを超える地域を除いて避難指示を解除する方針だ。住宅街や田畑、道路など除染が進められた場所では線量が下がってきたからだ。自治体の許可を得て自宅を片付けにやってきた住民。家は人と野生動物が接する最前線となっていた。なんかの足跡じゃなくてね、アライグマと見られる足跡。ちょっとあれです、あのもしかしたらネズミ飛び出すかも。この前来た時ここにネズミいたんで、ちょっと俺も嫌なんでこれでやります。あ、今日はいないですね。うわー、すごい踏んだらけだ。毎月のように一時帰宅し片付けても、その度に動物に荒らされている。ああ、これはすごいわ。そば殻の枕も無残に食い荒らされていた。なんとも言いようがねえな。目を背けたくなるような動物による被害。住民の帰還に向けた気持ちがくじかれようとしている。来月、国が避難指示の解除を目指している南相馬市小高区。住民は野生動物から身を守る具体的な対策を迫られている。ここを壊していって、ここから入ってくる。ガラス壊して、住居や納屋を取り囲むように動物よけの電気柵を設置した。全然イノシシ逃げねえんだな。あれ、お客様来たなと思って寝てんだから、もうこれ、これ主人がもうこれでよ、こっちがお客さん寝てたよ。普通に住んでるのを長女以外が天下取って、我々が俺の中で暮らすようになるよって、はあ、そういうもんかと思ってましたけど、結果的になって なってるよね、実際的には。専門家に相談して野生動物を引き寄せていた柿の木を切ることにした。
孫が生まれた年に植えた柿。去年ようやくたくさんの実をつけるようになった。しょうがない気がしないな。やっぱ悔しいからな。だから容易でない中帰ってくるってこと自体は。原発事故によって崩れた人と野生動物の境界線。人が町を取り戻す気の遠くなるような道のりは始まったばかりだ。広大な無人地帯となった被爆の森。この先自然や生き物、そして人の営みはどのように変わっていくのか。原発事故が引き起こした放射能汚染、そして皮肉にももたらされた野生動物の繁栄。被爆の森はその不条理を抱えたまま5年を迎える。